おはようございます。ジラと申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。いやー、昨日撮って今日も撮ってますねいや、久しぶりの2日休みなんですよ。こういう2日休みの日はね、前も言いましたけどね、友人と遊びたいなと思ってたんですけど、昨日は友人が音沙汰なく仕事だったりしまして、土曜出勤の人だったりしまして、で日曜日は今日ね、友人から LINE 来たわ。なんか熱出たって、 37.0 だって。こう 37.0 だとね、普通に遊べないのが今のご時世ね、悲しいご時世ですが、まあこれはもう仕方ないと。こう土日、せっかく僕が基本土日は介護職中の仕事なんですよ。休みだと思ったらこれですよ怒り、苦しみ、悲しみ。今回はですね、以前にこの主人公を使ったんですよ。伝説の魔物使い5の主人公を使って、指導に負けたじゃないですか。ちょっとね、それがね、ちょっと悔しかったんで、もう一度この戦いをちょっとやろうと思います。ピエールでゲリゲリよろしくね。そしてですね、仲間はですね、見てください。あなたは今パーティーを組んでいます。キラーパンサー、ゲリゲリスタイム。ちょっと待って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 。何が何だか分かんなくなってきた。ねえねえ。そんなわけでね、リベンジマッチをしたいと思います。2P プレイなんでね、だいぶ勝てる確率が上がってるんですけど、まあさすがにこれでね、ちょっとリベンジを。ね、もう仲間を連れたんで。1P プレイの時は翼で負けた、あーって打てるね。さあ、というわけでね、破壊神シード通常からまず始まりますが、正直通常でも強い説はあるんだよな。ちょっと待って待って待って、キラーパンサー3人いる？これもしかして今回のパーティーすげえな。なんかさ普通同じパーティーは、同じモンスターはチームに組み込めないんですよ、これ実はね、使用上ね。まあただ今回はなんかキラーパンサーとゲリゲリは別枠扱いなんでちょっと待って待って待って、ややこしいな。すげえややこしいじゃんお前ら。でも普通に白も強いからね。あ、地獄の子かな、大丈夫かな。まあ大丈夫な方やと思う、比較的。そうそうそうだね、結構大丈夫だね。破壊の竹とかよりよっぽどマシ。オッケーオッケー。さあ、シール、ちょっとちょ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 、お前は外すんかい。お前は外すんかい。さあ、まあ、どうなんだろう。まあ火力はまあ、水準程度あると思うんだよね。水準の火力は持ってるし、ただ、同じモンスターが並んでんだね、笑えてくる。はい、よいしょ、オッケーよ。ピエールね、まあ、ピエールが似たよ。多分ピエールとチューンだな。こっちはピエールで、俺のパンチはチューンだ、きっと。で、次のターンちょっと仕掛けましょうかね。あ、邪神攻撃、避けていこう。うわぁ食らったーって。なんで食らうの邪神避けない。さあ、唯一ね、翼ができる。伝説の魔使いが、いざ呼ぶカウント。黄色でいきます。そうだね。まあ、2ターン目以上、2ターン目以上黄色がほとんどだね。よし、とりあえずね、ここで止めておいて、行きましょう。さあ、勝てるか。これ負けずちょっと厳しいなぁ。2ターン目の怖いところなんだよね。2ターン目の翼やりの怖いところではあるよね。2ターン目の翼やりの怖いところだよな。黄色でマックスでいけるっちゃいけるんだけど、向こうはその分、魔力が溜まっている状態だから、向こうは赤で勝負してるのもんだからね。そうそう。だからちょっと若干これはね、不利なんだよね。OK よ。さあ、ここで勝つのはすごいでかいです。すごくでかい。ここで勝てるのは。次のターンはね、怖い攻撃はあんまりないんで、普通に光の玉で貯めていってもいいかもね。さあ、いけ、ゲリゲリ。DLC、S ランクを取ることで使える、この先空撃を、特攻を、いくぜ、折り張り込み。そうです。これね、紹介しなかったね、動画では。レジェンドクエストで S ランクを取ったゲリゲリをね、使いたくって、今回この動画も撮ってますね。すげえことになってるけどな。あ、ここ光の玉でいいね。本当に光の玉でいい。これは。ワンチャンこのターン勇気溜まるかもしれんでね。いいよ。いい流れ。すごいいい流れできてる。さあ、このままご利用するか。このチームならもしかしたら真空波が通ってるから、もしかしたら、フォースとかもありかもね。まあ結構爆地になるんだけど、そうだね。ゲレゲレが3体いるからな。ゲレゲレボロンゴ、なんだろう。ゲレゲレとボロンゴ、あとなんだ？チロルかな？いいね、先空撃。これも風属性の攻撃ですね。真空波の強化版と言って、もう差し支えないんじゃないかな。お、いい感じにドラゴン2機選ぶね。魔物ならしくするのかと思ったけど。いいよ。さあ、このターンに溜めてしまいたいところ。そうすればね、スピード撃破になるんでね。突撃、オッケー、いいよよ。さあ、うまいこといけるか、このまま。さあ。はい、よいしょ、オッケーよ。
まあでも勇気たまんないか。ちょっと勇気たまんないね、これ。さすがに。仕方ね。次のターンにね、ドラゴンオーブとかすれば絶対もう耐えれる圏内であるから大丈夫だと思うけど。自己スパークが入ってくる。叫びとか、凍てつく波動を打つようなターンではあるんですけど、うおーっと結構食らってくるね。なんだったら天使の歌まであるな。この体。意外と4ターン目はマジで枯れ座な攻撃ばっかだから。あー、凍てつく波動も引かないか。これ天使の歌だね。天使の歌で塩梅取った方がいいかな。さすがに、一ターンで1600はちょっとさすがに食らわないべ。このターン凍てつく波動はないんで、向こうに。宴やね、自己スパーク、魔界の豪華なんで、ちょっと怖いのは、破壊の宴でよ、ね、持ったキャラでことですね。一発目の宴で、天使の歌を使ったら、ほぼほぼ厳しくなる。でも、ダメージくらい的にそんなことはないと思うんだけどなぁ。さすがに、てか、避けるでしょ。草原森チームで回避率も上がってるし、そんな避けないモンスターじゃないんですよ、みんな。みんな回避率そこそこあるでしょ。って話なんで、さすがに大丈夫だと思うんだけどなぁ。いいねえ。いい行動選んでるね、さっきから。赤目の時にさ、こう、いい行動すると、いい、めっちゃいい行動取れるんじゃん。赤目の時にさ、なんか、悲しい行動しそうで怖いんだけど。さ。え?やばくね?いや、避けるよ。言った避けようか。よし、誰か避けた。ひょいって言った。ナイスピロリ。それナイスピロリじゃない?よし、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 ナイスピロリ、ナイスピロリ。オッケー、オッケー、オッケー。これでかいね。もうほぼほぼ勝ちでしょ。天使の歌がありますんで、やられても復活するからね。オッケー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 。まあ、ここ外してもいいよ。次のターン、次のやつで当ててくれ。次のやつで当ててくれ。うん。あんだけ引っかいてるのは外れたじゃないよ。行くぞ、ビアンカキラーパンサー4体目。キラーパンサー4体目やんか、もう。あいつもう誰なん?プックルかな?いよいよ。キラーパンサーが多すぎるって、ちょっとこの動画はちょっといくらなんでも。いけ、ビアンカ。夫を助けたれ。夫を助けに行きます。この世界線のね、伝説の扱いはね、ビアンカを読めるような世界線でね、よろしくお願いします。よっしゃー、どうしたー、ここ突破。さあ、来るぞー。いやー、怖えなー。次のやつはどこで仕掛けるか全くわかんねえんだよなー。さあ、トラウマが蘇ります。伝説の扱い。つばぜり合いに負けて負けました。いや、勝つしかねえわ。ああああうわ曲が変わった曲が変わったでだね、一旦目にこいつすごい攻撃してくるんですよ。なんでドラゴンボール打ちます。一旦目の行動がマジで鬼レベルで強いんで、兄さんが結構落ち着いてくれるんで、ちょっとここで、まず。あ、グリンガムでもよかったかな?なんだったら。このパーティーならグリンガムかなり活かせるから、守りを攻めでもよかったかもね、ワンチャン。まあ、一回ここは守ってみようか。突撃!まあ、一回ここは普通に守ってみます。ドラゴンオーブで。普通に強いからね、あ、もう進化は効かないんだよ。疾風の牙でやった方がいいよ。だから言ってんじゃん。君たちなんかやたら真空波を選びたがるけどさ。普通にやってもらっていいんだよ。ちょっと君たち。君たちなんかやたらなんか固定の行動をするよね。行くぜ、オリハルコンの牙から先空撃。行け!いいよ!かっこいい!よし、いいよ。あ、そうだね。グリーンガムでもよかったね。まあ、でも確実に効くとは限らんから何とも言えないけど。さあ、こっから来ました。破壊の宴が始まったー。これなんだよな。よけろ、ピロリ。オッケー、ピロリが、ピロリ入ってる。それね、ワンピロリだけど、だいぶ違ってくるから。ああ、でもこれ、ドラゴンオブレこれか。さあ、ここで。来ました。ドラゴンに行けです。よかった。よかった、よかった、よかった。まさか指導をさ、鳴らすつけようかと思ったら。さすがにそんなことはなかったか。オッケー、オッケー、いいよ。大丈夫、大丈夫。大丈夫。猛毒の正気、これ微妙だな。ピロリ入ろうか。ピロリ。おーい。うわあ、これはだいぶ食らってんなー。マジか。そうだなー。これを予測するとねー、まあ、グリーンガムでもよかったんじゃないって関心あるけど、まあ結果論だからねー、これは。さあ、つばぜり合いをどこで仕掛けるかですね。このターンね、できれば、まあこのターンは凍てつく波動と破壊神の叫びの択のターンがあるから、一回しか動き食らわないんだよね。だから、まあ3ターン目かなーって感じかな。ドルモーアとかあるけどな、でもイテハの可能性もあるんだよな。
でも怒りが飛ぶのがまずいよな。おいてはー。まあまあまあ、一番いいんじゃない？まあ。叫びで止まるよりは、よっぽどいいんじゃないかな。さあ、まだこっからも、こっから。こっからよ。スプ抜き場。同じようなアニメーション見せてけよ、ほら。会心出てもいいんだよ。ってか、ジャンプギターの尻尾抜き場、そろそろ会心出してほしいよね。会心率高いしね、みんな。みんな会心率そこそこ高めだからね、ちょっとポンポンポンと出してもらってもいいんすよ。そろそろね。ご大事。レップ抜けば行け、おら行きましょう。ここだな、次だな、これ。猛毒正気か、もう味しめんなよ。ピロリ入ろうか。ピロリ、よしよしよし。まあ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 、まあ、結構危ないなこれ。行きます。ここだな、さすがに。次怒りとか引いたらもう死ぬもん。さあ雪辱果たせるか、つわずれで負けた雪辱果たせるか、見物でございます。こういうのに弱いんだって。うぃー、いや待って待って、絶対勝つ、絶対勝つ、絶対勝つ、見て、絶対勝つ、俺絶対勝つから。あの時のリプレイ、あれ、これあの時のリプレイ、あれ今皆さんにはね、あの時のリプレイを今ね、私は見せてるような気がします。あの、もしかしたら、俺、リプレイ見せてる、俺今、なんか皆さんにリプレイ見せてるの。あれ、なんか俺、みんなにあの日のリプレイを見せてるのかな。リプレイを見せてる。ねえ、動画だと弱いの、なんやめえや。いや、諦めない。諦めないよ、俺は。これ、どうする ?4 ターン目。グリーンガムありだな。諦めない。諦めないよ、俺は。グリーンガムだね。まだ溜まんないでしょ。オッケー。このターンに走って、止めろ。グリーンガム。いけ。いけよ、ファイブの嫁。違う違う違う。ファイブの嫁じゃない。走れ。オッケー。止めてくれ。止めれば、一旦猶予ができる。さあ、止めてくれるか。ここ大事。止めれるか。適性はすごいぞ。適性はだいぶあるもんね。はい、来た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 。これチャンス、かなりチャンス来た。ここで動く。でかい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 。かなりでかいよ。まだ残ってる。チャンスあるね。チャンスある、チャンスある。かなりチャンスある、まだ。チャンスあるよ。チャンスの順番きっと来てるよ、今。次のターンに倒しきれるか。いけ、一気に押しきる。ピロリ、向こうのピロリが入らなきゃいける。うわー、でもその前にやられる可能性もあるのか。やばい、ドルモンはやばい。うわー、走れ、いけ、頑張れ。よっしゃ、いいよ、いいよ、よしよ、しっかり出ろ、走れ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 、スマイスは速い、スマイスはみんな速いからね。お前らスマイス余裕あるだろ。おお、一瞬走れ、ギリ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 、あ、来たか来たか、何過去ゲームなってんだよ。行ったか、やった、あ、あ、キュー残ってる、早く早く早く、お、とどめさせ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 、レップの牙、やったー。削り勝ちか、削り勝ちか、すげーやん、めっちゃカツカツの勝負。やったー、何回で思ってたくやつと違う。昨日の友は今日の敵。やりたかっただけだろ。まあ、なんやこの画面は。ちょっともうさ、もう意味わかんなくなってんじゃん。さあ、この勝負は比較的単純です。全員 A を押すだけです。技のその体勢とか考慮する結果、ほぼほぼずっと全員が A を押すだけで、会心をどんだけ出せるかのゲームです。よろしくお願いします。いや、全くわかんねえ。読めねえ戦いになってる。ジャンプ切りの麻痺の不確定要素があるか。さあ、ドラゴンの息がどのくらい刺さる？でも、ドラゴンの息刺さないんじゃない？そんなに。いくらなんでも。そうだね。まあいい、聞いてないやつは8出てるか。さあ、ここからね、ギリギリがいきます。
モップの毛もひょいっとこのひょいがあるかどうかよ、ピロリがあるか会心があるかの削り合いの戦いですね。お互い最近は、おい同じことすんじゃねえよおめえらは、なんで同じことしてんだよ。さあシンプルウキは、まあ、ちょっとどっちがどっちか分かんなくなってきた俺、カメラアングルでどっちか分かるけどさ、そりゃさあなんか大体みんな同じとこ行ってるし、あマジか、これでかい、この1ターンでかくない。そうだから主人公を入れた方が強いのか、いや主人公なんていない方が強いのかだから主人公はゲレゲレ以上かどうかを測るテストですね。主人公はゲレゲレ以上なのかいやつばぜり上げとかができる時点でちょっと比較対象としてはいかがなものかと思うんですけどじゃあめっちゃ受けられてんじゃねえかよそう防御力のなさを回避で補ってる部分はあるからね、それをなぜ指導できなかったなんだこの戦いはおお 2P チーム優秀だよ、 2P チームの仲間さんたちちょっと優秀だね、ちょっとおっとこれは、おおやっぱりこれは終わるか、ちょっと圧倒的な差がついてるぞ今。さあここから返せるか、それでも返せるのがモンバトです、わかんないところですよ、ちょっと差がついた、このちょっとぐらいはね意外と返せます。さあこっからですよ、まだわかんない、会心で麻痺とかもあります、十分ありますでね。さあしかしスピーディーな戦いだなさあシンプルキバ、おひょいっとまたかよまたこの光景見たわ、さっき見たこの光景さあジャンプ切り、こっから返されるぞ、ワンちゃんこのターンで死ぬぞ死ぬぞ死ぬぞ、ワンちゃんこのターンで死ぬな、おっとゲリゲリは強かった。